読者と言います。こんばんは。こんばんは。今日はボリュームなんだっけ。鋼鉄の集い56になります。鋼鉄の56って。鋼鉄の集い56、ボリューム56。何回言うんぜな。いつもね、僕と清水くんが司会で始まるんですけど、たまに司会ないのもどうかなと思って。そういう感じで始めさせていただきます。OK かな。いいよ。はい。さすがだな。さすがだな。チューニングの確認をするのはやめよう。俺はね、チューニングができる男なんで。あ、そっかそっか。なるほど。特撮はですね、特撮という大月健二のものでやっているバンドのトリビュートバンドでございましてね。全国でも非常に少ない、このコピーバンでございます。はい。そしてメンバーが変わっております。メンバーベースがですね、ベースのゆうたくんが不祥事を起こしました。不祥事を安倍するためにゆうたくんの代わりにゆうたくんが入ったという。ゆうたくんの代わりにゆうたくん、はい、Listen to me、 Listen to me って何言った。2人いるんだ。 Listen to me やな。 Listen to me ってどういう意味やな。俺の話を聞いてるんじゃん。俺の話を。まあそんな感じでございますけどもね。はい。次の。はい、そんなんで次の曲いきます。
最新アルバムの中から中古車ディーラーという曲でしたね。まあ、先ほどもお話ししましたけども、全国でもこの特撮のコピーをやってるバンドっていうのは少なくて、少ないながらにね、 YouTube とかでこう情報交換していたら、東京にね、特盛っていう、やっぱり同じく特撮のコピーをやってるバンドがありましたね。なんとこの度その徳森さんから、お呼びがかかりましてね、一緒にライブやろうぜということで、来週なんと我々特撮池袋袋っすよ、袋に玉袋みたいなね、それ違うね、池袋だってすごいよね、東京に行ってきます。ぜひ、時間のある方は気軽に来れねえよ。まあ気軽に来れないと思いますけどね、まあ、興味ある方なんかがいて、まあ、近くにいらっしゃるとか ね、たまたま取りかかった人とかね、そういう方はぜひね、声かけてきて、行く嘘つくなー、行くよ、あ、いいですね、ね、そんな皆さんの魂に支えられて、次の曲は割としっとりな感じの、ニューアルバムの1曲目です、ね、はい。
東京に行くということでいつになく練習しているよね僕たち。ねね、最近もう忙しいけどさ、忙しいけど頑張ってるぞ。おじさんはね、あきさんこの頃仕事忙しすぎてですね、死ぬんじゃないかと思ってね。そうだからね、いつ死ぬか分かんないでね、よく見といたほうがいい。この前スタジオ来た時に聞いたら3時まで仕事してる。何時から出て8時、何時から出て3時までなんですか、今言っちゃったけどね、ちょっとね。8時から出て3時までとか、朝8時から朝の3時まで。そうそう、それ3日ぐらい続くとさ、もう3日目とかってもうなんか、なるよね、やっぱね。で、4時に晩ご飯食べたそうですよね。あ、そうですね、なんか腹立っちゃってさ、もう。その日はね、早く飯食えるはずだったんだよ。焼きそば餃子っていうのを買っちゃったんだよ。あの餃子の皮の中に焼きそばが入ってるんですよ、マルちゃんの。売ってんだよそれ、うめえんだまだこれが。まだまあ帰りみんなユニバースに行けばいいさ。ね、たまにそういう贅沢をしてますね。そしてもう3曲やっちゃった、やりましたよ。そうですね、じゃあメンバー紹介します。ギター清水、こんばんは、ありがとうございます。ロックバンド出ます、ちゃんと昭和ですけど最後まで楽しんでください。今日いいバンドいっぱいだもんね。いっぱいあります、全部いい曲です。はい、そして女性ドラマあきちゃん。あきちゃんは今日昼寝したから元気がいい。ね、でも指寝違いなんだって。どういう寝方やな。はい、そして新メンバーゆうた。さあゆうたもねイケメンですけども、あちこちでベース弾いてる男でございましてね、まあ知ってる方もいらっしゃると思うんですけどね、最近はマレーシアでベースを。いや、ベースはやってない。あ、そうですか。シンガポールだったっけ、マレーシアで、マレーシアとか行ってみてえな、仕事出てるから。あ、もし別の飲み行きましたけどね、それ遊びで、ね、大体遊びですね。すいません、かわいいんだお姉ちゃんたちがさ。かわいいといえばね、キーボードのねゆかり。ありがとうございます。ゆかりさんもこの間のあの Facebook のあの出場予定のあのライブの予定とか見たっけ、すごいね、すごい、本当に売れっ子で、毎週だもんね。やりすぎです、やりすぎだって。ゆかりさんやりすぎって。やりすぎそうはい。だって私あっちといます。ウィーあ、うわぁ、たまんねえな、もう、ジョワーあっちでやってる。あれが次の曲に行けるっていうことです。はい、頑張りました。
ヘビーメタルハードロックの集いでございます。この特撮がヘビーメタルハードロックにジャンルに入るのかというと、まあ微妙なところもあるんですが、まあ精神的な部分はね、まあやってるやつがメタル好きということでね、いいんじゃないかなということでございます。非常にまあ聞いててちょっとこう乗りづらいかなっていうところもあるかと思うんですが、最後は割と元気よく最後なんですよ、もう。早くてさ、早すぎやっち、ね、よく言われる、本当ね、誰よ誰よって言ったの。はい、もうあっという間に最後の曲でございますけどもね、まあ、最後は割と乗りやすい元気のいいナンバーなんじゃないかなという雰囲気でいただければなと思います。